S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 S ダーツオフィシャルプレイヤーの小野啓太です。本日は僕の新モデルソロジェネレーション6と Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。 S ダーツの公式ツイッターで募集した質問に答えていきます。たくさんの質問が届いたということで皆様ありがとうございます。じゃあまず初めの質問に行きたいと思います。ヒットさんからの質問です。いつも応援しています、ありがとうございます。質問ですが、小野啓太選手はテイクバックの最下点でのためが特徴的ですが、テイクバック、ため、フォロースルーのリズムが速くなったり遅くなった時にどのようにしてリズムを一定に保っていますか？気をつけていることがありましたら教えていただきたいです。そうですね、僕結構ためが多いと皆さんに言われるんですけれど、本当ためが少ない時の方が実際調子はいいことが多くて、やっぱこうためが多い時っていうのはちょっとやっぱ狙いすぎている傾向にあるんで、基本的には一定のリズムでやってるつもりではあるんですけど、他の選手に比べるとちょっとためが多くなる傾向にあるんで、そこのためが多くなった時もそのテイクバックの瞬間にちょっと力まないように意識だけ、いつもしてます。で、ためがあることに関してはなるべく気にしないで、基本的には僕もこのテイクバックはもう何でもよくて、この顔の前には引いてこようと思ってるんですけど、ためようと思って引いてるわけではないので、本当にリリースのタイミングのところだけ意識してダーツをしてるので、そんなにこう一定なリズムっていう意味では、やろうとすると逆にこうリリースがおかしくなったりするんで、リリースをするために、一定にこうテイクバック、ため、フォロースルーができるにはどうしたらいいかなっていうのを考えるのがいいのかなと思います。続きましてミントさんの質問です。なぜアームサポーターを、あと自分の投げ方の感覚などを教えてください。そうですね、一番最初につけ始めた、理由としてはちょっと肘がちょっと疲労で結構痛めてしまっていて、それでちょっと肘をサポートするのに、サポーターをつけ始めたっていうのがきっかけだったんですけど、でその頃はまだこのアクアシタンアームサポーターが発売されてなくて、で本当にここだけを守るやつだったんですけど、これエッジスポーツさんが、アクアシタンサポーターを発売したということで、ちょっとそれから僕はもう一番初期のアームサポーターから使用させていただいてるんですけれど、毎日投げる人がいいって思われがちなんですけど、僕は、ちょっとたまにというか頻度が多くない人がつける方が、その筋肉に負担がかかりにくくなるんで、一番そういう人がつけるのがいいのかなと正直思ってるのはあります。でもやっぱ毎日つける人も疲労が蓄積していくのを抑えられるんで、そういう人もやっぱアームサポーターをつけるのはおすすめですね。で、感覚の変わり方に関してなんですけど、やっぱこの締め付けがある分どうしてもテイクバックの量が減るんですね。いつもはこれぐらい引けてたって人がサポーターをつけたことによって、ここで締め付けが起きることによってこれぐらいしか引けないみたいな現象になるんで、最初は違和感あるんですけど、でも逆を言ったらそれに慣れてくるとそれぐらいこう少ない力でダーツが投げれてるってことなんで、本当サポーターの効果を、つけて投げてもらえたら実感できるのかなと。だからそこはやっぱ感覚の差が出るので、そこに関して、皆さんがどう思うかっていうところなんですけど、僕はもうつけるのもう自分がずっとつけてるのもあるんですけど、もう絶対つけた方がいいなと思います。そして、最後なんですけど、サポーターについてはちょっと近々、お知らせができると思うんで、ぜひちょっと楽しみにしていてください。続きましてゴンちゃんさんの質問です。ダーツバーに女性一人で来られる方っていらっしゃいますか？興味はあるのですが、なかなか一人で行く勇気がないです。そうですね、ダーツバーっていう場所自体が、基本的にやっぱお酒を飲む人、ダーツをされる人、それ両方やりたい人、このみんなで遊びたい人っていう人がやっぱ集まってくる場所ではあるんで、もう男性女性問わずにやっぱこう一人で全然行ける空間だと僕は思ってます。
で、まあ、皆さんでこう楽しむのが苦手だって人とかはやっぱ従業員の人に一人でこう、ね、飲み物飲んでダーツしたいんですっていうのを先に言ってもらえたりすると、そのダーツバーってもう皆さんがこう、ね、いろんな特に女性の方なんかは男性が多いのでお話しされる機会が増えたりとかするんで、なんかこう静かに過ごしたいんですっていう方は、まあ、先にやっぱ店員さんに言ってもらう方がいいのかな。でももう男性女性問わず一人でダーツをしに行って、そこのお客さんと一緒にダーツをできるっていうのが僕はダーツバーの一番魅力だと思ってるんで、まあそういう意味ではもう一人で行くのはもう大賛成です。次の質問です。りょへさん、ご自身のお店をオープンされましたが、次の目標やしたいことはありますか？そうですね、まあ、まずちょっとお店を始めるにあたって、まあ、一番やっぱこう懸念していたのはやっぱ選手としての自分とお店の経営者としての自分がどうしても中途半端になってしまうのが一番怖いなっていうところがあったんで、やっぱりこうお店を始めて、まあ、ダーツが調子悪くなりましたっていうお話とかもやっぱ聞いたりするので、やっぱできる限り選手としての自分を保しつつ、まあ、お店で皆さんと楽しい空間作れたらいいなっていうのが今一番の理想ですね。でそこからはまあ逆に今度ね、ダーツバーが自分がもっとね店舗数増やしたいなと思ったら、まあ、お店をちょっと増やしたりとか、まあ、後々は、僕はお店はちょっと PDC へ行く足がかりにしたいなっていうのが正直なところあるので、やっぱこういい従業員と一緒に、お店作りを今後もできたらいいなと思ってるんで、まあ、まずはやっぱ選手と経営者、この2つが、しっかり自分の中で両立できるように頑張りたいなっていうのがまず最初の目標です。李さんからの質問です。20歳の頃と35歳の今、ダーツをする上で、体の面、考え方で変わったことはありますか？そうですね、まあ、やっぱ全体的にやっぱ体力的なものはどうしても20歳の頃と35歳の時ではやっぱもう今全然違うなっていうのをやっぱ感じてる部分があるので、その中でやっぱ20歳の頃と同じようにトーナメントに参加しなければいけないっていうので、まあ、やっぱ体のメンテナンスだったりとか、やっぱこうもう本当なんだろう、こうそれが必要かどうかは分かんないですけど、だからもうサプリを取ってやっぱなるべくこう体をいい状態で保つようにしたりとかっていうのは、してます。練習に関してはやっぱこう20歳の頃ってもう10回連続でカウントアップやっても、ね、全然普通に投げれたりっていうのがあったんですけど、やっぱ今それをやっても集中力の維持というのがやっぱできなかったりするので、やっぱだからそのメリハリをこう5回やったら1回休憩する、5回やったら1回休憩するって、で練習メニューをまあそのちょっと休憩を挟みつつこなすことによって、まあ、精度をなるべく下げないようにっていう努力をしていますね。まあ、やっぱどうしても肉体的には年が上がっていけばやっぱ下がっていくところはあると思うので、まあ、だからこれから40代に向けて、まあ、自分がどういう体作りをしてダーツをやっていくべきなのかなっていうのは考えて、これからも頑張っていきたいなと思います。それでは最後の質問です。キヨアットマークダーツ熱爆上げさん、あまり昔から顔が変わらないというか老けていかないですよね。スキンケアとかはしてます？またどのようなことをしていますか？そうですね、なんか逆を言ってしまうと、僕やっぱ20歳ぐらいの時に28歳ぐらいに見えるねみたいな話を結構やっぱ当時されていたんで、まあ、今ちょっとやっぱ今得する期間入ってるのかなって個人的には思ってます。で、まあ、スキンケアもなんかこうしてるようなしてないようなみたいな感じなんで、そんなめちゃくちゃしてるかって言われたらそんなこともないんですけれど、まあなんかそうですね、年齢をやっぱそのダーツのプロになった期間が20歳から、21からかだったので、みんなやっぱこうもう40ぐらいなイメージを持たれてるんですけど、まあ、意外とまだ35歳ぐらいなんで、まあ、なるべく、まあ、どのようなことをしてるって言われても特になんか気をつけてるってこともなくて、まあ、でもビタミン系のサプリとかそういうものとかは、30代からはもうちょっと、なるべく毎日飲むようにはしてます。それぐらいで、まあね、どっかのタイミングで一気に、おなんかあいつ老けちゃったなっていうタイミングがあるかもしれないんですけど、なるべくそうならないように40代に向けて頑張りたいと思います。以上です。皆様たくさんの質問ありがとうございました。また S ダーツで募集する機会もあるかと思うので、その時はまたよろしくお願いします。続きまして、
今回発売されるソロジェネレーション6について説明していきたいと思います。ソフトが通常版、S ダーツ限定版の2種類となります。またスティールは現在開発中です。スペックですが、全長 44mm、 最大径 6.8mm、 重量が 17.5g となっています。通常版がパープルとシルバーの2トーンカラー、 S ダーツ限定版がブラックとパープルとシルバーの3トーンカラーとなっています。ぜひ皆様にお手に取っていただければ嬉しいです。カットを本当に、一新して、いつもやっぱ細かいカットが特徴のバレルが多かったんですけれど、今回ポリゴンサーフェイスをちょっと採用して、多面カット と、デルタカットの複合のカットをメインにして、作成しました。でアウトラインは、僕がソロシリーズで一番好きな、ソロジェネレーション1を、使用して、今回、G6 をソロジェネレーション1のアウトラインに対して、ポリゴンサーフェイスで G6 を制作したっていう感じですね。スティールとソフトで意識しているものと違いはありますか？そうですね、基本的には、今のこの僕のダーツの飛ばし方だと、ソフトダーツをハードボードでやっているっていう感覚に近いんですけれど、その中でやっぱちょっとこう軽めの、スティールを使っている部分もあって、やっぱりこうリリースのタイミングでやっぱこうなんですかね、刺さり方がやっぱ変わったりっていうのがあるので、ソフトと同じように投げてるつもりではあるんですけど、少しやっぱスティールの時は、リリースを早くしようとかっていう意識を持って、やっているかなっていうのは自分の中ではあります。ただやっぱ飛ばし方を変えたりっていうのは今はやっていないので、このソフトダーツの飛ばし方で、スティールダーツをやっているっていうイメージが強いですかね。現在のセッティングは、まずフライトから、フライトは8フライトのシェイプのホワイトの、オノケータモデルのバージョン3を現在使っています。で、フライトも白と黒があって、ホワイトとブラックを、状況に応じてちょっと使い分けて使ってます。でシャフトは、これも僕の商品でソロシャフト、25mm、だいたい基本的なイミートフィンが、26mm なんで、これが 25mm でちょっと短いで、ここのところにちょっと僕の希望したマット加工 と、リングカットが入っているって感じですね。こちらもクリアブラックとクリアホワイト、フライトがホワイトの時はクリアを使っていて、フライトがブラックの時はクリアブラックを使ってるっていう感じですね。グリップで気をつけてる部分欲しい。そうですね、グリップ基本的に僕この親指、人差し指、中指の3点でグリップをして、この薬指をチップに添えてるっていう感じなんですけど、基本的に僕ちょっとやっぱ嫉妬するときっていうのはこの人差し指の部分に引っかかってしまうっていうことが多くて、なるべくちょっとこう持ってるダーツを同じようなタイミングでしっかりこう離せるようにしたいなっていうのを、常に意識してグリップしています。
はい、皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は動画の説明欄にショップリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。僕のクーポンコードであるケータオノを使ってお得にお買い物ができますので、ぜひ使っていただけたら嬉しいです。またSダーツの実店舗がある池袋店、錦糸町店、台湾にある台北店で試し投げが可能です。お近くの方はぜひ店舗に足を運んで試し投げをしてみてください。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントもお待ちしております。以上、Sダーツオフィシャルプレイヤーの小野啓太がお送りしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。